皆様こんばんは。今日はですね、ちょっと猫図のですね、暑さ対策っていうのをですね、いろいろと自分なりに試してみてるんですけども、それを今やってることをですね、ちょっと動画にさせていただいてます。こういうような形でですね、保冷剤ですね、アイス飲んでちょっと書いちゃってるんですけども、そうですね、リラックマがですね、あったので、ちょうどリラックマ使わせていただいてるんですけども、スーパーとかですね、もっと言っちゃうと、ジップロックにですね、水を入れて、で、冷凍庫で凍らして、で、それをこタオルに巻いてですね、使ってるんですけども、今、その気持ちよく寝てるメロン先生がいるので、ちょっと起こさずですね、行ってみたいと思います。ごちゃごちゃように、こんな形ですね。大好きなアマゾンハウスなんですけども、いいよ、ちょっと待って、ごちゃちょっと待って、このタオルですね、ちょっとごちゃごめんね、今の邪魔しにくるのかな、まずね、この中にですね、保冷剤ですね、直接当たるとちょっと冷たいかなって感じなんで、タオルをですね、巻き巻きしまして、この中に入れてあげてるんだけど、結構快適にぐっすり眠れるみたいで、うちでは使ってます。結構ね、ちょっとニャンモナイトみたいで 可愛いですけど ってな感じでですね、どうもありがとうございました。ご視聴またよろしくお願いします。